はい、切れないことを祈って、そうそう、さっき言ったね、その、はい、あの、あれよ、部署変わる、拠点変わる、特に国内から海外行く。で、仕事の内容がガラッと変わる。で、もう、今までウルトラ楽しかったのが、もう、全く違う会社に転職したみたいで、表情も変えられません、みたいな。もうなんか、もうなんか、先月まで3ヶ月休職してて、みたいな言わんといてな。あ、大丈夫です。多分大丈夫。でも、すごい、あの、お前大丈夫やと思うけど、ほんまにあの場合によっては本当にすごいしんどい時あるから、あの、うん、しっかり頑張ってくださいね。ありがとうございます。うん、多分海外あの拠点変わるは多分あんまりあの、うん、変えなくて、うん、仕事内容変わるもまあ拠点変わるは基本的に何があかんかって所属長が変わるやねんで。ああ。人やもん結局。まあ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 、うん、こういう私、まあ、人いいかにいるんでやろ、めっちゃいいです。そこや、ね、拠点変わるっていうのはもう拠点長が変わるっていうのがきついねんな。うん、でも国内から海外行くっていうのはもうお前は大丈夫と思うねんけど、はい、あの仕事の内容がまた一からになって全然違う内容になると、あのそれこそなんていうの、すごいこう、それが新入社員の時やったらええねんけど、うん、そうじゃない年数を積み重ねた後そういうのが来ると結構ねきつかったりとかね、周りの人との組み合わせによると結構きついからね、あのでもそれもまたね、あの乗り越えるべき試練で、あなたがよりその成長していくためには必要な機会やろうから、でもよかったね、そういうまた変化があるっていうのはね。そうですね、うん、なんかもうあのもうあかんなくと思ったらあのズームつないだるからな。ありがとうございます。わかりました、まあ、1週間だけなんで多分、うん、一瞬で終わる気がする。そうやな、確かにな、うん、確かに泣いてる暇多分ない気が。ほんまやな、ほんまやほんまや。いろいろと後輩に相談されたりとかすることもあるかもしれへんけど、はい、まあ、総合商社行きたいと思っている人ねに、アドバイス最後にしてください。アドバイスですか。うん、私なりの。なんかこう自分がどういうなんていうんですかね、うん、どういう生き方したいかなみたいなのを考えてほしいなみたいな。うん、よくなんかこういう商売がしたいですとか、うん、この例えばあの途上国で道路を整備したいんですとかっていう思いを持って相談してくれる人がいて、おるな、もちろんそういう人もいっぱい入ってはいるし、うん、あのそれがダメとかってわけじゃないんですけど、うん、やっぱりこうね、配属のリスクってつきもので、うんうん、あのなかなか、まあ、全くなくはないんですけど、科学から例えば航空行くとかってよっぽどのことがないと言えない、うん、でなんかそのこの商品とか、うん、このビジネスとかそれ、ね、うん、5年経ったらなくなってるかもしれないし、 うちのかの歴史だけを見てても、うん、やっぱこの商品扱ってた時期から、まあ、こういう系にこう切り替えてとかっていうのいっぱいあって、うん、生まれてはなくなっていく商売がいっぱい本当にあって、うん、なんかその仕事内容をこう目的にするっていうよりは、うん、もうちょっと広い意味で、こういうことしたいなとか、私だったら結構、うん、いろんな海外に実際自分が行くような仕事がしたいと思って、うん、まあ、総合商社入ったんで、うん、それって別に多分、どこの部署行ってもあり得るだろうし、うん、まあ、私、こう、なんか、間に入って、こう、仲介役みたいなところに興味があったんで、うん、はいはい、まあ、それは多分、あんまりぶれないっていうか、その商社に入った上で、うん、全くそういうことがないってことはないと思うんで、うん、なんかもうちょっとこう広げた視点で会社を選んでみるのもいいんじゃないかなと。そうやな。いわゆるこう自分の思いがあるのは別にいいことやけど、その思いっていうのをもうちょっと抽象度高いところまで上げていって理解してほしいよね。そうです、ね。
人の間に入って架け橋になるんやとかね、でお互いウィンウィンにしていくんやとか、それが海外と国内っていう間に入りたいんやとか、 それぐらいに広げてくれたら別に何を扱っても別に構わないわけやしね。そうですね。海外とかでも全く海外なんか興味なくって、うん、ただただその商売をするのが やりたいって言って入ってこられてる人もいますし、はいはいはい、なんか必ずしもなんか外国の経験がいるわけじゃないし、うん、あのっていうよりももっとこう何がしたいかとか、うん、何が興味があるかとかっていうのを大切にしてほしいかなと思います、うんうん、それも抽象度の高いところまで上げてあの言語化してほしいよね、うんうん、そうですね、わかりました。あのだからそういう人であればね、だから逆に言うとその、まあ、総合商社でも別に海外行ったことなかったもね、国内の商売もあるし、海外行ったことなかったもなんか人の間に入って調整して新しい価値作っていくみたいなのが得意やったら別に英語だけ勉強したら海外行ったらいいだけやし、なんなら通訳つけたらいいだけやし、うん、いうこともあるやろうし、総合商社ってそういう人しかあかんねやんなって思い込んで他の業界見てる人なんかでも、むしろだからそういうなんかあのアピールするところちゃんとできれば総合商社かって視野に入れてええんちゃうかとか思うよね。そうですね、うん、分かりました。あのその会社入ってでもよかったね、楽しそうやね。楽しいです。よかったね。なんか他にもなんか行きたい会社あって落ちて泣いてたりもしたけど別に良かったね。結果的にはね。結果的に良かったです。結果的に就活ってうまくできてるよね。そのまあ会ってないと思われてたら落ちるし、会ってたら通るし、会ってた会社に入って楽しく幸せに働いたら最高やし。そうですね、まあ、うん、もうおっしゃる通りだと思います。うん、まあ、その調子でまた頑張ってください。はい、はい、頑張り今日はもう最後のええとこで切れましたけど、あの、はい、なんとか取れたんで、あのこれで終わりにしたいと思います。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。